こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回ですね、欲を捨てたいというのもまた欲ではないかなっていうのね、このパラドックス、これについてはもう回答が実は出ているんですよね。私もあの隠居会にいて、この回答っていうのは一番最初の頃にどのように答えていくか考えなさいというふうに、命題を受けてですね、私なりに考え出した答えが、正解だったということで、第一関門突破だったかなというところでございます。そう、あの欲を捨てたいという欲なんですけども、あの欲望っていうのはね、湧き起こってきた時に、意識しない状態にしようとするのが欲望をなくしたい、欲望を捨てたいっていう欲なんですよ。だからこれだと欲望っていうのが本当にループで終わることがないんで、あの欲望を意識しない状態にするってことではないよっていうふうに、回答をね、私はまずしたんですよ。つまり執着しないってことなんですよね。欲望が起きてきたけども、そればかりに意識をぐーっと向けるんではなくて、起きた欲望っていうのは薄目をね、こうやってさっと開けてね、あの地蔵菩薩とかそうですけども、完全に目を閉じたら欲望が空想の中に出てくる。でも完全に目を開けるといろんな欲望が目から飛び込んでくる。だから見えるか見えないかのような、うっすらとね、本当に奈良の大仏みたいにうっすらと目を開けて、そして額を意識して心眼を、チャクラをね、整えていくらしいんですよ。この辺はちょっと抽象的なんですけどね。で、欲を意識して、受け止めて問いかけていくんですよ、その欲望に対して。その欲望っていうのは本当に私の全てを満たしてくれるんだろうか。その欲望っていうのは罠であり、私の実は敵なんじゃないか。例えば甘いものを飲みたいという欲望が、起きますよね。甘いものを飲みますよね。これ毒なんじゃないか。甘いと言われて飲みやすいものは実は体に蓄積されて私を蝕んでいくんではなかろうか。覚醒剤とか大麻って問題もありますけども、あれは本当にね、自分の精神を安定させてくれる、際立たせてくれる。でもそれと引き換えに自分の魂を蝕んでいくんではなかろうかってことをこう問いかけていくんですよね。で、こう欲を意識しないようにするっていうことではなくって、実はね、むしろね、強く意識しろってことなんですよ。欲望が起きてきたら強く意識して、その欲望を自分と一体化させる。そして一体化した後に昇華させるんですよ、ファーッとね。その昇華っていうのは具体的に言うと、手に入れるか、もしくは手には入ってないんだけども、もうすでに無数の問いかけをして手に入ったと同じような状態に脳を錯覚させて、すでにそのものに対して、あらゆるね、欲求欲望が起きないようにすると。だから欲望は達成されてないんだけども、意識した結果意識しなくなってくるというね、そんな感じですよね。だから何て言いますかね、これをね、例えて言うと、喉がものすごく渇いている時にコップ一杯の水をいただきます。体に染み当たりますよね。ものすごく美味しいと思います。で、もう一杯もらうんですよ。で、これも美味しいなと思う。じゃあ今度はね、バケツ30杯くるんですよ。もう飲まないですよね。この状態です。欲望が湧き起きた時に、それをそっとね、自分の意識から出すんじゃなくて、それに同化していこうとするんですよ。そして一体になった時にそれが消化されるんですよ。欲望は満たしてないんだけども、もういらないかなと、執着しなくてもいいかなというふうに、一つ自分の欲望が、消えると言いますかね。これ消化っていうね、言い方でちょっと難しいんですけども、私も消化っていう概念はまだちょっとね、組み入れられてないんでね。で、私の場合はですね、今欲望が湧き起きたら、これを無視することができるんですよ。でも無視せずに、あえて意識して、意識すると今の状況だったらほとんどのものがその欲望を達成するために手に入るんですよね。ですんで、何と言いますかね、私が考えるに、もう莫大にお金がある人っていうのは、欲望が起きても、あ、これも大丈夫、叶えられるよ、これも手に入るよっていう形で執着しなくなるんでしょうね。そして今日すぐにじゃなくてもいいよねっていうふうな、今度余裕が生まれてくるんですよ。だから欲望は消えてないんだけども、いつでもいいやになるわけですよね。でも欲望を達成するための力がない方は、一刻も早くそれを手に入れなければなくなってしまうんではないかとかって思っちゃうらしいんですよ。この後まだね、説法がだいぶ続くんですけども、今回はこの辺でね、この欲望についてはちょっとトーンダウンしてお伝えしようかと思います。そしてちょっとね、前お話したことにかぶせていくんですけども、あの、なんていうんですかね、やっぱ足元のことですよね。遠くのゴールを設定したら、あとはそのゴールを見ずに足元のことに打ち込むんですよ。毎日毎日一歩一歩踏みしめるんですよ。これを繰り返すこと、そしてそれを本当にね、足元の一歩を大切に刻んでいくと、遠くのゴール、いわゆる欲求です、欲、これを忘れるほどに足元を見ていけば、この欲望を消化させることができるっていうところにつながってくるんですよね。
でも多くの方は足元のことをやるんですよ。自己アフィリエイトやるんですけども、1億円まだか、月収100万まだかって見ちゃうんで、そのギャップに苦しむんですよ。違うんですよ。月収100万とか、それから1億円稼ぎたい、10億円稼ぎたいっていう、そういう目標はあるでしょう、遠くに。遠くにあるけども、今日の時点ではどう頑張ってもそれには手が届かないから、今日はそれの一部分をしっかりとやりましょう、打ち込みましょうってことなんですよ。例えば3年後に1億円稼ごうと思ったら、1日に10万円の利益を積み上げる必要があります。でもどう頑張っても30万の利益しか積み上がらなかったとしたら、それは確かに1億円にはなってない、夢はまだ遠くにあるままだけども、でも30万ってことはね、かなり手繰り寄せてるんですよ。でそれで OK じゃないかと。仮にそれが10万でなくて5万でも近づいたなっていうためにしっかりと足元を意識することなんですよね。そうすると遠くのゴールは近づいてるんだけども、そこまでそこに執着せずに済むってことになります。多くの方は自分の目標が今日手に入ってないから、もしくはすぐお金が欲しいんですって言って今日欲しがってるから、もうね、何もかもやる気がなくなるんですよ。でも3年後に1億円手に入れようかなと思ったら、3年かけて1億作ろうっていう計画になるんで、そんなにね、焦ることもないし無理することもなくなるってことで、欲望に執着しなくなるんですよね。はい。そしてね、これから結論に渡っていくんですけども、苦しいことと楽なこと、これ表裏一体という言い方もありますけど、これ一体なんですよ。実は表裏どころか同じなんですよ。なんかね、こうあざなわる縄のごとしですよ。あざなえる縄のごとし。縄ってのはね、こういうふうに絡み合って一本の綱になってますけどもね、あれと同じなんですよ。で欲望、行動、言動、感情、すべてそれは苦楽が一体になっているってことなんですよ。苦しみだけがあるわけじゃなくて、それから楽しみだけがあるわけじゃないんですよ。必ず一体なんですよ、ね、で目標、ね、夢、それから欲求、欲望、こういったものは叶える過程においてですよ。叶えようかと思って何かをするときって、よし、じゃあ例えばね、月収100万でいいや、月収100万いくぞと思ったら、膨大な作業とか勉強が必要じゃないですか。でもその苦痛はモチベーションによってなんとか突破できてますよね。モチベーションが切れたときに自分のその苦しい作業っていうのはできなくなるんですよ。つまりモチベーション10の状態に対して苦痛が10で釣り合ってるから進むんですよ、ね、でもモチベーションが切れてきて3のモチベーションに落ちた時っていうのは3の苦痛しかクリアできないんですよ。でしまいにはモチベーションが0になって、じゃあもう1の苦痛もクリアできなくなるって状態で止まる、やめる、ドロップアウトってことになるんですよね。つまり私たちはモチベーションと苦痛が同居してるわけなんですよ。で同居ですよ、同じなんですよ。だから何かをやってる時って苦痛を感じながらもう麻痺してるんですよ。脳の中でドーパミンが出て、本来だったら徹夜なんてできるはずないのに、おすげえ、自己アフィリエイトすげえなーと思ったら徹夜できちゃうんですよ。もしくはものすごく追い込まれてね、締め切り明日までだと、明日までノルマ上げないとやばいと思うと、どんなにやばいこともできちゃうんですよね。できちゃうし、時には違法なこともできちゃうし、人を刺してお金を盗んでくることぐらいまでやっちゃうんですよ、人は。これはモチベーションの10、もしくはモチベーションの100でいいや、モチベーションが100あると100の苦痛も突破できるというふうな釣り合った関係、つまり表裏一体どころか一体なんですよ。表裏じゃなくて一体になってるんですよ。同居してるんですよね。ですんで、どうやってモチベーションを上げるんですかっていうふうなね、質問もありますけども、そのモチベーションだけ上げてもダメで、モチベーションっていうのは結局カンフル剤っていうかね、神経を麻痺させてるんですよね、モチベーションによって。もう通常じゃ考えられない苦痛を乗り越えていけるように、モチベーションというドーピングを打ってるんですよ。だからドーピングが切れた時っていうのは何もやる気が起きません、ね、こんなことってないですか、吉田さん。吉田さんの動画を見るとモチベーションが上がるんです。この言葉はすごく危険で、動画を見てないとモチベーションが下がるってことなんで、動画を見続けるしかなくなっちゃうんですよ。で決済ボタンを押し続けるんですよ。いや、いいお得意さんですよ、こういう人は。全く自分ではやらないのにお金だけ払ってくれる。そしてもっともっと状況悪くなるのに、ドーピングが効いてるんで苦痛を感じないんですよね。こういう方は美味しいお客さんではありますけども、同時にかわいそうな人でもあります。多くの人がこうなってると思いますよ、うん、動画を見るのをやめたらモチベーションが下がるんで見ちゃうんですよね。見てる間は何もできないんですよ。だからね、動画を全く見ないようにならないといけない。動画を全く見ないんだけども、きちんと自分の内側から出る真のモチベーションによってね、外側から来る苦痛に、耐え抜いていけるっていうのはね、体質を作らなければならないのに逆なんですよ。多くの方は自分勝手な内側から来る苦痛に対して外側のドーピング、人の動画を見たり、なんかね、楽しいことしたりっていう、飲み会に行ったりとかいう外部からのドーピングに頼ってるから、これうまくいかないんですよ。外部からのドーピングは
お金を払い続けないと手に入れることができないんですよ。もしくは時間を使い続けないと手に入れることができないんですよ。でも内側から来るドーピングっていうのは活動をすればするほど出てくるんですよね。自己アフィリエイトを100やったら1000ぐらいのモチベーションが出てくるんで、今度は自己アフィリエイトが1000に向かっていくんですよ。で、自己アフィリエイトの苦痛な作業を1000やったら今度はモチベーションが1万になってるんですよね。だから自分で意識して止めない限り、やめない限りずっと続くんですよ。だからピタッと全くやらないぐらいの状態にしないと本当にね、ジャンキーになっちゃうんですよね。中毒者に、稼ぐことの中毒者になっちゃうんです。ですから私はやめて、ビジネスをやめて隠居したわけなんですよ。でもですよ、隠居していても私の言動や行動や作った仕組みのあらゆるところからもうすでに私が意識しない売り上げってのが上がってくるようになります。これは非常にありがたいことなんですけども、でも世の中の大富豪を見ていると意識してお金を作ってる面もありますけども、勝手に増えていくっていうところが大半なんですよね。なんかわかんないけど入金があった、なんかわかんないけど利回りが放り込まれたっていう状態になってるんですよ。私はとても一流のそういった大富豪でも資産家でもないです。にわか成功者でございますけども、でもそういったことを一部真似できてるのかなと思うと、ビジネスをね一生懸命やることも決して軽視するわけではないし尊いことだと思いますけども、ビジネスをしないのにビジネスができているっていう状態っていうのは慣性の法則ですよね。こうやって車がバーッと走ってガソリンが切れたのに慣性の法則でまだ走り続けてるっていう状態ですよね。そうなると本来ガソリンは目的地の前でだいぶ前に切れてるのに目的地に向かって進み続けるってことになっちゃいます。あとはね、そのままゴールにたどり着くのを待つだけなんですけども、ちょっとゴールまでもうちょっと夢中を入れないといけんなと思ったらビジネスを再稼働させればいい話ですしね、投資の利回りをちょっと変動させればいい話かなっていうところで、今そこにいるかなってところですよね。だからなんかね、だからまあいろんなことに興味はどっちかって言ったらなくなっていくんですよね。これは自分の内側を見ているんで、外側に対する外圧っていうのに全く興味がなくなっていくんですよね。ある意味その喜怒哀楽を失う状態に近いかなと思いますね。はい、それでは本日は以上ですかね。いかがでしょうか。欲を捨てたいという欲についてちょっとお話ししてみましたけども、これ分かる方あんまりいないかもしれないですね。すいません。なるべく分かりやすく伝えたつもりだったんですけどね、私もまだまだかなというところでございます。それでは本日はありがとうございました。